トランシルベニア軍庁舎ビルトモア林業学校、1898年設立、国内初の林業学校、トランシルベニア軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は33,090人であり、2000年の29,334人から12.8%増加した。軍庁所在地は、 ブレバード市であり、同軍で人口最大の都市でもある。トランシルベニア軍は1861年にヘンダーソン軍とジャクソン軍の一部を合わせて設立された。軍名は植民地時代のトラスシルベニア会社から取られており、ラテン語のトランスとシルバを合わせた造語である。トランシルベニア軍は地域自治体のランドオブスカイ地域委員会のメンバーである。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は381平方マイルで、あり、このうち陸地378平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.57%である。軍内には250以上の滝がある。年間90インチ以上の降水量があり、州内でも最も雨の多い軍である。 北東に30マイル離れたバンコム軍が州内では最も雨量の少ない軍であるのと対照的である。ブルーリッジパークウェイが軍北東部を横切り標高6000フィートに達するアパラチア山脈の素晴らしい景観を提供している。軍内最高地点は軍庁所在地ブレバードの北西に位置する標高6025フィートのチェスナットノブである。 トランシルベニア軍は8つの軍区に分割されている。ボイド、ブレバード、キャセイズクリーク、ダンズロック、イースタ島、グロスター、ホックバック、リトルリバーの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トランシルベニア軍の自治体と軍区ルッキンググラスだき。ありがとうございます。